すいません、なんか元カレにしてあの今野あさみちゃんとかをあのお招きして、はいはい、カレー食べさせてた無観客やりたいよね。やろうかどうしようかってな感じですよ。10位から発表して、うん、歌ってトークみたいな、やば、この配信ですって。さあ始まってしまいました、かっこチャンネル、イエーイではですね、AKB さんがあの我が家に来てくださってですね、前回やった一問一答をやろうということで、絶対答えてねとは言われてるんで、本当に危ないと思ってます。というわけで読み込みたいと思います。 AKB さんよろしくお願いします。もうそこにいるけどね前回一問一答すごい好評だったんですけど、本当ですよね。我々も YouTube 素人すぎてですね、はい、最近知ったんですけど、はい、YouTube での一問一答って、はい、本当に一問一答なんだって。だから聞かれたら本当にワンセンテンスの答えだけ言うのを一問一答って呼ぶのに、俺たちダラ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 やってたね。こってり一問に対して、うん、言ってた。だからコメントでも、うん、そう、こんなこってり答えてくれる一問一答は初めてですね知らない、知らなし、知らないから。いやでも好評でしたよ。いやありがとうございました。いやしかもだからね、前回は答えないのはなしでっていうルールでやらせてもらって、うん、まあ実際そう答えていただいたんで、はい、よりなんかね今回は際どい質問来てんじゃないかなと期待しております。期待しなくていいからそれはそうと、カゴさん、はい、カゴチャンネルちょうど1年になりますけど、はいはい、あのチャンネル登録者数が10万人突破、おめでとうございます。今日はね、10万人突破しましたんで、あの、はい、カゴさんにあのケーキをですね、ご用意してます。嘘、石原が買ってきましたんで。うわ、来た、なにこれ、ケーキ、アイスケーキ、アイスケーキです。かわいい、じゃじゃじゃん、ありがとうございます。すごい、31の、そうですね、アイスケーキ、めっちゃいいじゃん、かわいい。なので今日は、うん、前回そうめんでしたけど、今日はアイスを食べながらですね、はい、一問一答やってみましょう。ありがとうございます。あ、すいません、いただきます。あ、お皿もらいましょう。うん、おいしい。じゃあ、まあ、つまみながら、はい、不思議な体験を話してほしいです。不思議な体験ね、人生で10回以上は元スマップ中井さんのとデートしている夢を見ますそれ言ってるよねなんか不思議なんですけど、なんで中井さんが必ず出てくるんですよね。中井さんが必ず出てきてデートしてるんですよ。中井さんと旅行行ったり、ずっとずっと。いくつぐらいの時、最初はいくつぐらいの時。一番最初が小学校3年生ぐらいの時で、まだモームスも芸能人もなる前。あ、全然なる前。最近あの2夜連続で中井さん出てきて、なんでどういうこと。25年ぐらい見てるってこと。ずっと見てるんですよ。だからなんか本当すいません、元彼にして感じとしてはね、感じとしてはね、何もないですよね。何にもないし、ね、プライベートも全然知らないんですけど、ね、お仕事でも歌番とかですか、お会いしてた、歌番とか、そうですね、歌番組でお会いして、ああ、ね、うんうん、でその夢の中に出てくる中井さんっていつもハチマキするんですよいわゆるアイドル、え、ねじるの、ねじってねじるそう、それで旅行行ってるの、旅館とか。いつも成長していくの、25年も見てると。あのね、中井さんはずっと30代前半ぐらいの時の中井さん、今の中井さんじゃないの。アイボンは今の、はい、アイボンは出てこないの。出てこない、あ、主観なのね。そう、主観なのよ。そういうことか。そう、結構知ってるよ、夢の中の中井さんはね毎年10回ぐらい見てるね。見る見る見る、すごい。10回は見ないけど、年に3回は見るね。あ、そう、うん、でも普通にざっくり数えたって75回見てるからね。見てるね、あ、やばいね。だからこの間2夜連続だったからもうほんと不思議で仕方ないです。なんでなんだ、多分テレビにいっぱい出てるじゃないですか、うん、中井さん記憶で刷り込まれてる、刷り込まれてるんだと思う。必ず出てきちゃう、うん、加護さん、スタイルキープされててすごいです。お菓子とか食べたりしますか。食べますよ。あ、まあまあお菓子食べるけど基本的にあんま食べないです。そうだよね、うん、ご飯の方が好き。ご飯大好きです。なんかカゴチャンネルの歌ってみたの収録とかっていつもね、うん、4本撮り5本撮りさせていただいてるじゃないですか。はい、まあ、なので間になんか差し入れとか、はい、あのお弁当とかありますけど、はい、基本的にはあれですよね、はい、あのご飯、ご飯、ご飯がいい。ご飯が好きで、だから差し入れでクッキーとかあるよりもおにぎりとかの方がもうそっち選んじゃいます米で満たしたい。食べるものをちゃんと食べて、うん、最近やってますけど、あのトレーニングとかもされてるってことですよね。そうなんですよ、
あのトレーニングもそうなんだけど、実はカゴアイデビューしたての時とかも細いんですよ。あ、小学校の時も細いんですよ。スタートはね、細いっていうか、まあぽっちゃりではなかった、うん、だから15、16が一番あの太ってたから、うんうん、そのイメージが強くて、うん、こうぽっちゃりっていうイメージがあるんだけど、うんうんうん、これが多分普通なの。あ、今からあれが異常なの。あれが異常なの。だって1日7食ぐらい食べてる、朝ご飯食べて、コンビニ行って菓子パン食べて、で現場に行って差し入れ食べて、お弁当食べて、でまたその間にお菓子食べて、で夕食食べて、あ、現場でね、うん、仕事現場でお弁当食べて、うん、で帰ってきておばあちゃんにうどんを作ってもらって、お夜食まで、はい、で最後パンケーキまで食べて。え、おばあちゃんのせいなんだよでご飯でおばあちゃんにすぐ作ってくれるから。おばあちゃんはよく加護さんのエピソードで出てきますもんね、はいはい、アウトデラックスでもね、おばあちゃんの話でしたね。そう、なんかおばあちゃんでまた出てくださいなんてオファーがいただきましてそうでしたね、はい。でもスタイルをキープしてるのは、まあ、食べ物を制限とか全然せずに、うん、その分こう動いたりトレーニングしたり、うん、でもね、1日3食食べないですね。あ、そうなんだ、はい、1日2食、うん、昼夜？昼夜です。ああ、じゃあ夜が一番多い。最近でもありますよね、16時間空け、空けるやつ。それをねしてからね、あの太りにくくなっている気がする。うん、なんかそういう完結的、うん、なんていうの、ファスティングっていうのかな、うんうん、AKB さんもぜひやってみて。あ、わかりました。石原も石ちゃんやった方がいいですね余談だけど、石原は何キロ太ったの？その20歳ぐらいから。1回80キロ痩せたんですよ。え、石ちゃん来てよ石ちゃん、どうぞどうぞ。え、話をする日が来ると思うな。どうぞどうぞ。でかいのね石ちゃん。何、え、1回80キロ痩せた。1回165キロまで行ったんですよ。そこから80キロ痩せた。2年間で85キロ落としたんです。85キロ落せ、80キロまで行った。そうです。今何キロ？130キロです年々蓄えていって大丈夫なの？大丈夫なの？そんなに大丈夫？食べてるの？いや、多分絶対食べてるよ。そうだよね、食べてる理由がないもん。そうっすね。リスちゃんダイエットしようよ。今ちょっと始めようかなと。じゃあ加護さんトレーニングで。そうです。あとその16時間完結的ファスティングで。うん、お願いします。ちょっと携帯が止まっちゃったんですけど待ち受けが河合俊一出ました出たってあるよ、ね、河合さんにしたらロシアに来たんだからね。だから、そうだよね、言ってないけど本当にそうなんだと思って今本当にそうだよ。ホーム画面も可愛いな。そうなんだ徹底的な可愛さなのね。そう、あらら、そうだよ。お使いの日焼け止めや下地を知りたいです。うん、コスメの質問多いですよね、うんうん、日焼け止め塗らないんですよ。あらえ、あら質問来たのにすいません塗らないの？日焼け止め塗らない人なんですけど、はいはい、なんでかって言って肌が弱くて、うんうんうん、あの日焼け止めってちょっと乾燥するんですよね。いや、だから苦手で、飲む日焼け止めを夏は、はいはい、なるほど、飲んでます。で、下地は持ってきましょうかね、せっかくだからね。ちょっと待ってて、はい、はい、私、下地は何年もこれですね、はい、あ、クレドポーボデ。本当に何年も使ってるんですか？いや、本当に何年も使ってるんですよ。たどたどしすぎません？もうこれ、もう何本目っていうぐらい。若い時は下地なんて塗らなくても、うん、はいはい、ちゃんとファンデーションがつくんだけど、はいはい、年齢を重ねていくとですね、くすみとか、うん、毛穴とか 赤みとかがやっぱ出てきちゃうから、うん、下地を使わないと絶対に私はファンデーションの塗りが良くならないので使ってます。あとね、ディオールの、うん、フォーエバーなんちゃら、これも下地です。うん、そう、これもね、すごい好きで使ってます。もう一個、これはファンデーション、いつも使ってるリキッドファンデーション、これもディオールです。うん、一回塗ったらもうね、メイク直ししなくていいぐらい、あの、崩れない、質がいいんですね。そう、だからね、私ファンデーションだけはね、あのハイブランド使ってる。メイク直しするのがめんどくさいからハイブランド珍しいですよね、そんなに持ってないですもんね。私でしょ、うん、持ってない。だからこのディオールぐらいじゃない？かごちゃんはメガネとかしますか？してますか？あ、してますよ。メガネ大好きでしてるよ。そうだよね。何種類持ってるでしょ？これ1個目はジーンズ。
ジンズと猪狩しのぶさんがコラボしたやつで、うん、これ猪狩さんがあの くださったんですよ。仲良しですもんね。あいちゃん、あいちゃん好きでしょってこんな感じで、はい、かわいいでしょう、うん、で、もう一個がこれもう何年選手だろう、これはシャネルですね。シャネルですか。で、まだ好きです。そうだよね、メガネ結構します、ね、これオリバーピープルですね、うんうん、これオリバーピープかけてください。これはね、こういう感じなんですよ。ああ仕上がりが。はい。で、もう一個が、これもオリバーピープルですね。これ黒ですね。こういう感じで。え、それドア入ってないんですよね。入っておりません。あ、じゃあ本当ファッションアイテムとして。もう10代の頃からメガネが好きで、うん、で一時期ね、あのね、かごちゃんメガネ作りませんかって話があったんですけど、あらら、あの話どこ行ったんだろう。いつ時期ですか。4年ぐらい前ですね。あ、そうなんだ。はあ、作りましょうよ。はあ、こんな質問来てます。おばあちゃん、おばあさんは何歳ですか。おばあちゃん、戦後に生まれたんで、うん、昭和おばっくりだな。戦後に生まれて、うん、戦争に勝つようにっていう意味を込めて活用なんですよ、名前が。あ、じゃあ戦争が終わった年はいつだ。1960。いや、もうちょい前ですね。めっちゃこぼしたらしさ。第二次世界大戦の終戦は45年です、ね、1945年、昭和20年、1945年だから75歳76歳。じゃあそうだ、ああ76歳、76歳です。もうファンキーだよね。もうね、ファンキーですよ。だいぶファンキーです。宮迫チャンネルでもお話しさせていただいたり、いろんなところでもしたんですけど、ファンキーです。とっても似てる。おばあちゃんお会いしたことないけど、もう聞くエピソードはどれもファンキー。だってあれでしょ、うん、当時、うん、愛ちゃんのファンの子を、あ、そう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 、家に呼んじゃって。いや、全然呼んじゃって、あのご飯食べさせて、料理を振る舞って。で、私が帰る前に帰りなさいって言って。家にあの、なすびさんがね、あのバナナケーキ焼いてね、家にいまして、うちのおばあちゃん。ああ、なすびさんね。はい、電波少年とかに。飲食店で出会って、そのままうちに連れて、はい。とかメンバーをね、うん、私がいないんだけど、メンバーと仲良くて。え？モームスの？え？そう。誰と呼んだんですか？あの、今野あさみちゃんとかをあのお招きして、はいはい、カレー食べさせてた。え？アイボンチのおばあちゃんってカレーにこんにゃく入ってるんだねって言われて、え、なんで知ってんのってこの間言ったみたいな。え？聞かされてなくて、いない時に。すごいね。沖縄に行ったら行くお気に入りの場所とかレストランってありますか？沖縄に行ったら絶対に行くお店が、沖縄の、那覇にある国際通りのスターバックスがあるんですけど、うんうん、そこのちょっと横に沖縄の人もあんまり知らない沖縄料理屋さんがあって、レキオスって言うんですけど、レキオスだかね、海ぶどうとあと島らっきょうとお好み焼きみたいなやつ、ああ平屋地、平屋地と、そうめんチャンプル、だから全部美味しいね。美味しいんだ。おすすめです。はい。有観客ライブの予定とかありますか？どうしますかね。いや、あのね、有観客も今無観客もやってないからね。めっちゃ笑ってるし。確かに無観客やりたいよね。やろうかどうしようかってな感じですよ。生配信やる場所よ。あ、生配信、あ、10万人、ね、あ、記念で。記念で無観客。例えばだけ今まで。うんうん、やってた YouTube で歌った曲を、はいはい、生で、はいはい、トークを交えて、ああ、いいじゃないですか。おお、いいね。あ、じゃあ次あれインスタで、うん、あの今まで歌った曲でどれ歌ってほしいかを募集して、うん、でランキング形式で、うん、あ、かごチャンネルトップ10みたいな、うん、ベスト10みたいなやつやります。やりましょうよ。10位から発表して、うん、歌ってトークみたいな、やば、この配信ですって。というわけでやるみたいです。やりますか、かごチャンネル版ベスト10。私あれですか、タモさんみたいなサングラスかけながら喋って。なんで視界側なんですか。え、じゃあその時は皆さん見てくださいね、お願いします。何しろ我々暇ですからね。そうなんですよ、ロシア行ってないんで。ロシア分のスケジュール空いちゃったんで。暇ですから。はい、やりましょう。やりましょう。芸能ではなくて普通に仕事をするとしたら、うん、何の仕事をしますか。ちょっともう。ゆみちゃんじゃないから、うん、違いますって言ったのね、うん、いや、ゆみちゃんでしょって、久しぶりって来たんですよ。うん、愛ですってかけようって。イエー。
ちょっとそういうつもりで言ってないと思います、この人。奈良の思い出。